八重山神社は、島根県雲南市にある神社である。松江藩主により建立されたと言われ、宇治子のいない神社であり、牛馬の守護神として崇敬される。賢則主の男命が、八個蛇を退治の後、和潮の武という魔人が、八重山岩屈に住み取りを使い領民を苦しめていた。その魔人を退治すると魔人は近景に姿を、替村人のために尽くしたと言われる。 社は昔、賢足主の男命が、当地の岩窟に住み、防衣を振るう海心、和潮武子を下したもうて、この地に、イザナミ命をはじめ、天照大臣、早玉のオガミ、守没海のオガ神,神王一姫命、大山鶴神、大年市祖神の初を神を陳飛としされたと伝えられている。社殿によると、神代、スサノオの命が火の川にて、八個蛇を退治されて後、 わしをたけしなる邪神が、八重山の岩屈に住み、近景にまたがり非常長領し住民を苦しめている。たけしを確認し、八重山に登り降伏せられ、その岩屈に、いざなみ命、天照す大臣をお祀られ、すさに行行される。A62 年に、毛利元成が雲州に攻め入ったとき、賀山通天が、赤名の瀬戸山次郎において、八重山神社をはじめ出雲の神社や、 寺院の由来について信仰したことから、江戸時代に入り、松江藩主、松平直政公は、領内の神社の修復に力を入れられ、当社もその恩恵を受けたようである。王子、八重山神社が焼け、直政公の枕辺に立った神が社の修復を、訴えられ、いつまびらかを、村し、田辺国樹氏に御家門、田辺氏により消失の明細を申し上げられ、遠方7年、三代藩主、 松平綱近郊の御夫再建になり、一社一、霊国主守護の社として、松江藩、広瀬藩の祈願者として崇拝されていきました。現社殿は、教法19年に造営になっている。出雲里から秋、諏訪への街道筋にある、八重山神社は、牛馬の神様として、信仰を集めている。七冠馬として名高いシンボリルドルフの馬主さんも、八重山神社の信者の一人であった。 八重滝近くの神社である。九春内石段を登っていくと随神門が見え、その前に阿うんの狛犬が鎮座する。さらに坂道と九春内石段を登ると社殿がある。霊体祭、4月13日、北条祭、9月13日、月並み祭り、月13日。ありがとうございます。